今、菅総理の方から退陣に関する条件とかいうふざけた話がずっと出ていますけれども、エネルギー法案と特例公債法案に関しても、今、なんとなく退陣を、促すために、まあ、やってもらうためにね、早々に決着をさせるべきだとかいう話がよくマスコミに書かれていますけど、いかがですかねと。私は率直にそう思っています。再生エネルギー法案っていうのは、これは原発をやめるって言ってる人の話ですよ。その原発をやめると言った宣言したわけで、どんな影響が他国に及び我が国の国益を損なったかと、もう言うに語るに落ちるほどの話なんですが、それぞれの党がエネルギー政策に関しては立派な政策をみんな考えてんだから、それを出した上で全体像、エネルギー政策の全体像を考えた上でやっていかねえならぬもんだと、私は基本的にそう思っています。また、特例公債法に関しましても、これは繰り返しになりますけれども、民主党のばらまきは問題だって言ってきたんだから、事実その 4K の話にしても何にしても、本人はって幹事長はいろいろ言ってますよ。しかし、それに基づいて肝心要の菅直人としてはどう答えてるかって言ったら、一切外に出てないまんま、とにかくこれは我々が自分たちの信念を曲げて、特例公債法案なるものをばらまきでも何でも仮に通しちゃったら、したらどういうことになるかってちょっとよく考えてもらわないかん。もともとは俺たちが政権を取ったら、きちんと予算の見直しをやって、16兆8000億円減らしますって言ったんだよ。そして選挙に通ったんだよ、彼らは。そしてこの2年間実際どうだったかといえば、その答えははっきりしたでしょうが、間違いなく予算の総額も公債の依存度も増えたんじゃないの。全く話は違った。我々はその点をおかしいじゃないかということを言って、その男を徹底して批判を選挙中もしたし、そして選挙が終わってからも、俺たちはこれはばらまきよりは種まきだという言葉まで使って参議院の選挙をやったんですよ。そしてその参議院の選挙の結果は、国民がきちんと判断をして、明らかに民主党政権のいわゆる支えた民主党がごとっと落ちて、いわゆる状況としてはねじれとか言われる話になってますけど、やっと参議院のはまともになりつつあるということになりつつあるんじゃないの。我々はそういうことなんであって、責任政党として我々は少なくともこういった主張をこれまでもしてきたんだから、ここを堂々と言うべきだって。民主党内の政局なんかに惑わされるのは本末転倒も甚だしい。私は基本的にそう思っています。政治家やってんだから、やっぱ言葉に責任を持たないかんというのは、まあ、はっきりしてますよ。しかし、この1年間 TPP に始まり、法人税の減税に始まり、もう数やけりゃきりないことをいっぱい言ってきましたけど、その通りになったものがいくつあると、ほとんどないでしょうが、ほとんどないよ。これ言った通りになったっていうものがあったら、ぜひ我々としてはそこの点を教えてもらいたいね。ぜひそういった意味で、今後とも自由民主党としては、我々言った主張に間違いがないんだったら、ブレることなく、こびることなく、堂々と我々はきちんとした対応をし、もって国家のために国益を損なわないように対応で臨んでいきたいと思っています。よろしくお願いします。それでは私の方から質問させていただきたいと存じます。民主党の財源なきばらまき政策についてです。子ども手当に5兆円、高速道路無料化に2兆円、農家の個別保障に1兆円、こう言っておられます。その財源は予算を組み替えると何兆円か出てくるという話は極めて無責任ではないかと。子ども手当の財源として配偶者控除、また扶養控除の廃止などを挙げておられますが、少なくともこれ全部仮に削ったとしても1.4兆円にしかならない、そう思っております。結局、子どものいない家庭にその負担が押し付けられる、もしくは子どもの世代に借金が回すだけになるのではないかと。それ、
いう意味ではこういうようなばらまきというものを毎年続けていくのは不可能なんだと思いますので、私どもとしてはとても納得できるところではありませんので、財源なきばらまきということに関しては無責任と思っておりますが、その点はいかがでしょうか。はい、どうぞ鳩山さん。私は全くこの財源に関しては心配をしておりません。新しい政権ができたら当然のことながら予算というものはそう特化をしなきゃならない、組み替えるわけでございます。その中でこの政権にとって優先度の高い仕事は必ず確保させてもらうということでございます。優先度の低い事業に関しては例えばダムとかさまざま私どもやめなきゃならない不要不急の事業があると思いますが、そういったものをやめさせてもらう、あるいは次年度以降のものにさせていただくというようなことを考えていきたい。無駄遣いというものをなくすのにそんなにお金が出ないんじゃないかというご批判をしばしばいただくわけでございますが、そうではありません。天下り渡りをなくします。そこに使われていくいわゆる天下り先に対する予算というものも大幅に削っていくわけでございます。官製談合もなくします。随意契約もやめさせます。このようなことを行うことによって十分私どもは 9.1 兆円ということを約束をしているところでありますが、賄うことができるとそう思っております。今後でこの子ども手当に関しても、う子どものいないご家庭に関しては増税になるのではないかという話があります。65歳以上の方には公的年金の控除などを拡充することによってむしろ増えることになっておりまして心配はありません。しかしお子さんのいない65歳以下のご家庭で専業主婦のご家庭においては平均して月1400円程度増税になるということが計算をされております。